はい、お店到着です。さあ土曜日いっぱい作ってきますよ。なんだ罪はてかそうです変なおばさんおばあちゃんに書いてもらった、うん、おばあちゃん作おはよう。はい、あ、せっけん発祥あ、すごいはい、おはようございます。よし、乗りましょう。よし、まだ腹切ってないね、これ。はい、今日は久しぶりに萩さんの、まあ、本マグロと横浜マグロのちょうど中間ぐらいかな。でも22キロありますんでね、まあ、本マグロと呼んでいいんじゃないでしょうか。もうパンパンですね、まん丸です。めちゃくちゃいい答えですね。はい、これをね、今日さばいていきます。南蛮漬けの材料が中に入ってます。おー、すごいすげー。こんな感じ、めちゃくちゃ鮮度いいのが分かります。そして、内臓脂肪これはすごいですね。内臓脂肪です、これね。油、そして多分ね巻き網のマグロじゃないかなと思うんで、もう筋を聞いてないんですけどね。口の中に大量の小アジが入ってますんで、これは別に食べたんじゃないでしょうね。多分網でバーッと巻かれた時にこの小アジたちがね、最後飛び込んでしまったんじゃないかなっていう感じです。そしてエラ、はい、じゃあね、胃袋ありましたんで見てみましょう。マグロのね、胃袋もね、首頭とかね、胃袋の首頭とかといったのでね、よく製品がありますけど、めちゃくちゃ美味しいですよね。あ、小アジ、さっきのは敵海ですね。多分食べてたんじゃないかなと思います。こんな感じです。小アジがすごいですね、胃袋ですね。大量の小アジがすごい。南蛮漬けしょうか、これ。南蛮漬けしょうか。
めちゃくちゃの数の小アジが出てきました。はい、首黒ですね。でかいですね。大きい。今日は使えません。多分ボイルしてね、こう刻んで小ネギとポン酢で食べても美味しいんじゃないかなと思うんですけどね。大概の魚の胃袋っていうのは美味しいですからね。こうしてね。一人で食べたね。子供らに食べ出さんです。はい、じゃあ戻してきます。赤身ですね。ちょっとね、のじめだからね、焼けてるんじゃないかなと思って少し心配もあったんですけど、大丈夫でしたね。はい、じゃあね、これはね、今日磨いて全部刺身にしていきたいと思います。あ、半分だけですあと半分はね、また次の日に置いておきます。今日は片身ほど刺身にしていきます。うん、いい感じやったね。はい、すごいですね、テッカテカ。もうまん丸でしたからね、油があるなっていうのはもうなんとなく想像できてたんですよ。いい身してますね。はい、じゃあこれ磨いていきましょう。
浜崎です。はい、じゃあ磨けました。んでこちらをお刺身にしていきます。頑張るぞ。ああ罰ゲームみたいな、これ。それ。それ。
めっちゃ焼けもっこりになっちゃうけど青山さん、青山さんルーレッツがいいな、結局さ、アミダっていうかさ、もう見た目でわかるけどさ、あの他のは程よく入れてもうアミダ師匠も欲しい程よくしてよ。ミルクと砂糖たっぷりで飲んでください。ゼロカロリーです。おすすめです。このままいくか。内のりさん出ていいやろ。内のりさん出ていいやろ。内のりさんでお願いします。内のりさんありがとうございます。ここでいつも取られてるんですか。はい、はい、今もう真っ最中です。じゃあ乗ったよ。乗ったモザイクかけに大丈夫ですか。乗ってもありがとうございます。大丈夫、いつもモザイクかけに大丈夫。これからも応援よろしくお願いします。映っても良かったみたいなんで、はい、良かったです。良かったです。そして内成さん紅姫、あ、ちょっと反転するんだねこれがね。紅姫こっち逆で映す。はい、2、3。あ、ほんと、賢いね。食べてみようかな。はい、どれどれ。気を切った、しょうがかけちゃう。じゃあ、すごいシール、うん、シールあげにゃ。さっきの人にシールあげてくるけ、待っとくね。待ってくれよ。いや、お店に来ていただいた方には YouTube 見てますよって言ってくださった方にはステッカーというかシールをお渡ししてます。食べてみよう。いただきます。はい、目
口くんも、はい、おいしい甘いみかんですよ。はい、はい、ハイカーくんも食べなさい。すごい綺麗な色だね。あれあれ、ほら、どうしよう、どうしよう、これもできる、これも使えるんやけど、20とかしようけど、まあ、サルモンじゃないんで、これでいいですか。おいしい。あ、美味しいわ。ビタミンがちょっと早く2個食べられそう。おいしい。おいしいよって。あ、実はもうこの使った。早く今仕事中やもんね。おいしい。早川くんね、仕事中やから。え、食べた？わさび2袋入っちゃうよね、あれ。全然違う、わさび。んと、これが生マグロのおにぎり。おばあちゃんにはハートマークの作ったやつでね。はい。はい。これだよ、ハート。あ、これない。今、野口くんにこう、映してあげた。映してあげてな。言った通り、こっちが。あ、出た。下打ち。あ、危ない。野口くんはすごい頭いいよね。いただきます。野口の。うん。いただきます。髪どうした？わかりにくいけど、ハート。うん。ちょっとこれでかい。やっぱ酢飯やね。ハートブレイク。ちょっとハートなんで崩した？でかすぎ。せっかく。止まらん、握りは。どこに売ってるんですか、あのチャイム。ずっと言ってる。コストコ？どこ？教えて。チャイ、コメントで、売ってる場所を教えてください。このチャイ。この知ってる人。これどこ？よろしくお願いします。はい。
ありがとうございました。今週も1週間、また来週お目にかかりましょう。さよなら。さよなら。さよなら。